こけるっていうタイトルなんですけど、こんな毎日暑かったら、あと暑さで溶けちゃいそうですよね。この曲が溶けるアメルトというタイトルの意味をつけた理由は、なんかこう人って言いたいことがあっても言葉では全部伝えきれないと思うんですけど、それがもう私のまあこう一番の苦手というか、私は人と喋ることがあんまり得意ではなくて、なので歌に全部思いを託そうというふうに、まあ、6年間過ごしてきたんですけど、この曲を書いて私がその時に思ってたものとか宿してたものとか気持ちとか全部この曲に込めればなと、何かすごいビビッとくるものがあって、歌をやっていく中で苦しいことだったり嬉しいことだったりいろいろあると思うんですが、この曲を通じていろんな感情に出会って、この場所で多分初めて歌わせていただくんですけど、また新しい気持ちや感情に出会えたらいいなと思っております。では聴いてください。なると
ありがとうございます。